リハビリの新人さんにおすすめ、先輩に怒られないための3つの行動とはということでやっていきたいと思います。この動画でわかることとしましては3つになります。新人が取るべき行動3選。で、その3つを解説して、まあ、その理由と具体例を説明していきます。では早速始めていきますが、まあ、4月からね、あの病院へ入職する方も非常に多いと思います。新しい職場とか、まあ、新しい仕事。 でまあ、楽しみであると同時にやっぱりちょっと不安でもありますよね人間関係どうかなとか新しいところでまあちゃんとやっていけるかなとかどんな仕事をやるんだろうなとかっていうのをいろいろ不安ありますよねとか、まあ、ね4月の入職から1人暮らしを始めて生活ちゃんとうまくいくかなとかっていう不安もいろいろあると思います、まあ、期待と同時に不安もありますよねで、まあ、僕は一応理学療法士を約10年程度やっていまして一応役職についていてチームのリーダーを一応任されている。 っていう状態です。なので、まあ、新人のバイザーもやりましたし、新人向けの研修もやりましたし、まあ、毎年10名以上の入職がある職場なので、まあいろいろとまあ、経験はしてきました。あのまあ十回ぐらい新人を迎え入れるっていうことはやってきました。で、まあ、その中で 新人さんのうちは、まず、これだけを守っておいた方がいいんじゃないかなというポイントを3つに凝縮しました。やっぱり、こう、新しい職場に入るとか、んなんか、新社会人で病院に入職するっていう人って、どうしたらいいんだろう何をすりゃいいんだろうどうやっていけばうまくいくんだろうっていうのは、結構わからないこといっぱいあるじゃないですか。僕もそうだったんですけど、1年目の頃って、 もう理学療法士の国家試験一応取っていて、病院の実習もしてるんで、なんとなく仕事のことは理解してるけど、じゃ実際働くってなると、どうやっていけばいいんだろうなっていうのが、もう不安ばっかりだったので、まあ、そういう方向けにですねうん、ポイント3つに絞ってお伝えしたいと思います。特に 4月から入職の方はね、ぜひぜひ覚えていっていただければと思うんですけど、よくね、僕、メンタリスト、DIGO さんの動画もよく見れてるんですけど、d ラボ o さの、ね、会員なので、で、やっぱりこの DIGO さんも言ってたんですけど、最初の印象って結構すぐついちゃうらしいんですよ、人の。第一印象ってね、パッて見た瞬間にその人の第一印象って決まるらしいんですけど、その第一印象を払拭するのには、ものすごい時間かかるっていう研究があるらしいんですよね。なので、やっぱり第一印象とか、 その新人として入ってきたらやっぱり周りからすごく見られるのでその時の印象ってすごく大事だし逆に言うとそこで印象が良くなっちゃえばその後もうすごく楽に仕事がいい環境で仕事ができる人間関係ってやっぱめちゃくちゃ大事で人間関係で仕事辞めることはほとんどなんですよねなのでこの人間関係うまくいくしっていうところも考えるとやっぱ第一印象ね良くしておきたいなっていうのがまあ正直なところですよね。 で、早速一つ目なんですけど、まずは、まあ、何よりもやっぱり挨拶ですよね。もうね、これも、はい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 って思うと思うんですよ。古臭いなって思うと思うんですけど、でも、こんなに簡単でコスパのいい方法ってやっぱないですよね。やっぱちょっとこう、声張って挨拶するだけで、まあ、印象良くなるわけじゃないですか。なので、まあ、こんな簡単にできて、ちょっと、ね、おはようございますとか、こんにちはとか言えばいいだけじゃないですか。 なので、これ、マジやった方がいいですよ。特に、新人ってやっぱり見られてるんで,で、しかも、挨拶しない新人も結構増えてる中、ちゃんと挨拶するってだけで、やっぱね、あのー、印象はぐっと良くなることは間違いないです。やっぱり、まあ、僕もそうですし、あの役職者会議とかやっても、やっぱり印象がいい、あのー、とか、評価されてる新人って、やっぱりこう、 挨拶ととととかかかやっっっぱりりりししててたいいうのは基本的なところだと思いますねあとさらにあとはやっぱりねあの特に病院の人は多部門にやっぱ挨拶しておくといいっすよやっぱりねあのリハビリって結局理学療法士も作業療法士も言語聴覚士もそうですけどあの多部門の協力がないと何にもできないっすよ看護師さんに嫌われちゃったらマジできついっすからね本当にねとかやっぱりまあ先生の指示のもと僕らリハビリは提供するし あのまあ、看護師さんがいろいろケアをしている中とかはあの介護士さんがいろいろやっている中でその一環として僕らも理学療法士としてリハビリをやったりとか作業療法士として入っていったりするのでやっぱり協力しないとうまくいかないですよねなのでやっぱり多部門には特にやっぱ、ね、最初に挨拶してしといた方がいいですよねそうするとまあ楽ですよまあこれは間違いないと思います、まあ、古臭いなと思う方も多いと思うんですけどこれはねだされたと思って別に簡単ですからね 声出すだけなんで、うん、これぐらい,やっとくといいいややっっととくですよぱりね2、はい、つ目は、傾聴力かなと僕は思います。あの人の話をよく聞く、ね。で、聞きに行くっていうことですね。まあ、で、まあうんまあ、結構いろいろ説明してくれると思うんで、先輩とかね。やっぱりタイミングのいい合図をしながら、まあ、相手の話を聞いて、それを通りにやると。 これ本当シンプルなんですが、やっぱり結構ね、できてない人多いと思うんですよ。やっぱり言われたことをそのままやると。その通りやると。アレンジしないで、言われたことはそのままやると。いうのが大事です。で、言われた時にまあ一応確認をして、あ、これこれこういう感じでいいんですかねっていう感じで確認をして、もう言われた通りそのままやる。アレンジしない。これが僕は結構ね、大事だと思います。 なんかアレンジしちゃう人いるんですよね、結構ね。いや、ちょっとそれ違うんだよね、みたいな話になっちゃうので、まあ言われたことを言われた通りやると、話をちゃんと聞いてくれてたん,んだなっていう気持ちにもなるので、これは大事だと思いますね、結構ね。なので、最初は先輩の言ってる通りにやる。まあ結構これだけで僕は十分だなと思っています。あと最後ですね、最後に、やっぱ質問力ですね。 あのーまあ、これまでの流れとしては、まあ挨拶して言われたことを言われた通りやってみてでその中で疑問に感じたことを先輩に聞いてみると、うん、で、まあ、その疑問に感じたことを聞いてみてでじゃあその聞いたことをまたやってみるでこの繰り返しですね基本的にはあの本当にすごく基本的なことなんですけど新人ができこれができる人は結構ねすごく少ないので僕はおすすめします要は PDCA の垣間みたいなイメージですよね 言われた通りやってみて、でそこで疑問が生じて、またやってみるとか、うん、っていうことですよね。はい。で、この質問のポイントなんですけど、あの、これですね、端的にでも、自分がどこまで理解していて、何が分かれるのかっていうところまで行った方がいいと僕は思います。あの、自分がここまで理解しているっていうアピールは、短くてもいいからした方がいいと思います。なんか ざっくりこれ分かりませんっていうのもまあいいんですけど最初はね何でもそういう風に聞いてみるっていうのはすごく大事なことだと思うのでいいんですけどここまでは分かったけどここから先が分からないっていう質問の仕方をすると相手にとっての印象もすごくいいので僕もねそういう風に聞かれる聞いてくる人ってあそうなんだとここまでちゃんと分かっていてじゃあそこから分かんないならここを話そうっていう話になるのであのいいと思いますねあの例えば うんなんか単位をパソコンで入力するところまではできたんですけど今日入った単位全部を確認するにはどうしたらいいですかねみたいな質問をするとあそこまではできたんだとあじゃあここから先はじゃあ教えるよみたいな話になると思うのでそういう質問力ができると結構いいと思いますねはいというわけで今日はですねちょっといつもとは全然違う感じでやらせていただいたんですが、まあ、新人さん向けにということでねあのー、この3つやっとくと結構ね スムーズに新しい仕事に入れると思いますので、やっぱり最初不安が多かったりとか、やっぱストレスも抱えやすかったりとか、最初で辞めちゃう人って結構多かったりするんで、まあ、そうならないためにもね、最初をちょっとうまいことできればというところで僕なりに考えてみたので、よろしければ参考にしていただければと思います。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。はい。では失礼します。